石原秀樹は、日本の作曲家。福井県武雄市出身で、現在は、兵庫県西宮市在住。東京芸術大学音楽学部作曲家卒業、同大学大学院修士課程修了。間宮吉布、小林秀夫に支持した。日本音楽コンクール第2位、トリエステ師匠、グイード・ダレッツオ国際合唱コンコルソ入賞、カール・マリア・フォン・ウェーバー作曲賞。 水田音楽コンクール作曲部門最優秀賞など国内外における受賞歴を持つ。1990年代今つから合唱作品で注目され始め NHK 全国学校音楽コンクール課題曲作曲家にも選ばれている。日本の伝統音楽や古典に取材し、それを西洋の音楽と結びつけることが特徴の一つである。音楽は時空を超えておめえに、 主に以下の4つの事柄を柱にした作曲活動を行っている。日本人のアイデンティティイコール古典伝統素材の和風もの。東西の祈りの普遍性イコールキリスト教聖歌やキリシタンもの。日本の歌心イコールポップ、演歌な歌謡性。クラシックトランスクリプションイコールクラシック曲の合唱アレンジ編作。例えば、最も古い合唱作品である、シツータは、 古事記をテキストにして、日本の画楽や、サイバラなどと西洋のルネサンス音楽を結びつけた、ものである。死のマミア・ヨシフ・ユズリの土属性を浄化させた作風は、器学作品でも顕著であり、ビオラとピアノのための、サイモンのように、エンターティナーとしての一面も見せるなど、範囲の広い創作を展開している。もっとも、マミアは現地へ赴いて自ら踊ったり、 土俗的な風土を感じたりして音楽をそこから引き出すのに対して千原は自らの持つ美意識や音の調和に日本的なものを引き込み作曲の手法はマミヤとは違った面を持つ死のマミヤと同様にピアノにも造形が深い2007年より大阪コレギウムムジクムが CD 千原秀樹全集を録音販売しているほか、 黒川和信による歌曲などを集めた古典や、男性合唱団を説く合唱団京都エコーなどの古典が行われている。現在出版されている作品の多くは合唱曲であるが、千原自身は合唱の経験は芸大の副科のみであり、同級生からも気楽曲の作曲をしている人だろうと思っていたと言われるほど、芸大時代までは気楽曲の作曲が先行し、 日本音楽コンクールのデビュー曲も気楽曲である。しかし、日本らしい曲を書きたいとずっと思ってて、声楽曲なら日本語でたくさん古典の作品があるし、そこからアプローチしようと、テキストからスッと入っていけて、それが楽しくなっちゃった。として、合唱曲に転じることとなった。それらの作品は全音楽不出版社より出版されている。 混性合唱女性合唱男性合唱、ありがとうございます。